3, 2, 1。行く、この3つに注目です。行きましょう。それでは少し空気感を変えてスタートしていきます。足を止めた初期メンバーの皆さんに一つだけお願いがあります。皆さんが初期メンバーになります。これから卒業して集まってくるんで、そこで初期メンの皆さんはなんとなくキャッチが決まった瞬間にリアクションでお答えいただけるといいムードでスタートできますので、よろしくお願いします。ちょっと待って、あの大道芸ってこうやってみんなとコンタクト取れてるの確認できるとめちゃくちゃ安心します。今回旭川来てよかったです。8年ぶり間違えました。8ヶ月ぶりでした。じゃあ行きます。盛りすぎたね。じゃあ行きましょう。いきなり上げちゃうと危ないんで3段階でいきます。50、80、100% 行きましょう。まずは地面でいきます。3、2、1、5 OK。 ちょっと待って、ありゃ、丸勝の方からもありがとうございます。ちょっと待って、今日思った以上に旭川のみんな拍手、おーって声めちゃくちゃ上手。もう大丈夫なんで80% 飛ばします。もう超えて 100% 一気にいきましょう。単純計算、今の2倍、力加減が間違えればそれの倍以上上がるんで期待してみててください。それではいきましょう。ショータイム本編に向けて開演します。すごいよ、ね、ではこれが終わったら、あ、まだ手拍子使っちゃうと思うんで後でお願いします。今はそのままで大丈夫です。ではこれ終わったら、僕と皆さんの目の前に置いてあるその青い巾着、その中に入っている木、今テレビの世界で有名になっている木を目の前で完全再現します。ぜひその木をライブの世界でお楽しみください。それではいきます。それでは 100% で高く上げていこう。若干風を読みます。それではいきましょう。本日1回目のショーに向けてスタートします。3、2、1、こう。本当にありがとうございました。それではショータイム本編に向けて開演していきます。ぜひ楽しんでいてください。それではここから先、皆さんの目の前にこの青いロープ、これが見えていれば OK です。いきましょう。皆さんの目の感覚高めてからいきます。まずはレベル1、何かを感じた方大正解です。それではレベル2いきましょう。少しだけ使う道具変えさせてもらいます。ここからはこの輪っかを使います。ただし1点だけ大事なお知らせがあります。一応準備をしては来たんですけど、見える角度に限りがあります。おすすめのポイント、僕を中心としてこの範囲です。ここの方しか伝わりません。なんとなく隙間ある方、お一人お一人ギュッと正面側詰めた状態でご覧になっていてください。この範囲で一つだけ答えが隠されています。
ただ一点だけ、万が一さらに詰めても詰め切れない方いらっしゃったら、僕が見えるように頑張ります。多分こっちの方は見えないと思うんで、できるだけこの照明側ギュッと詰めてみてください。では行きましょう。こちらの方も見やすいように僕が頑張ります。後ろの方も見やすく頑張ります。行きましょう。じゃあなんとなく1点だけ約束ことがあります。大道芸ってお客さんのリアクション命です。なんとなくすごいな、面白いなとか現象が伝わったら、今一度リアクションで答えてくれるといいムードでスタートができますので、よろしくお願いします。あの遠くの方もしっかり見えてますからね。 ありがとうございます。じゃあ行きますね。それでは行きましょう。拍手とまとめていきます。3、2、1、5、今です。ありがとうございます。それでは皆さんの目の感覚マックス値まで高まったんで一気にいきましょう。それでは大変長らくお待たせいたしました。ここからは本題に戻ります。磁石は糸は何も持っていない状態を作ります。使うのはただ一つ、皆さんの目の錯覚です。それではご覧ください。本日一度きりのショータイムスタートしていきます。ちょっとだけ空気感を変えていただきます。今の皆さんのそのリアクション本当に力になっています。この先も遠慮なくよろしくお願いします。いきましょう。では今この瞬間、だいたい6割ぐらいの方が浮かんで見えている状態を作っています。少し確率を上げていきましょう。次は8割の方が浮かんで見えるように。ありがとうございます。それでは今この瞬間8割の方が浮かんで見えてる、そんな状態を作っています。さらにいきましょう。今日のみんなだったら絶対伝わるの確信ができました。次はここです。手の形は一切変わらずにこの中で浮かび上がる技を目の前でいきます。ただ一つだけ大事なポイントがあります。ここから先見える角度は横正面どこでも OK です。ただし距離感、青いロープを引きました。ロープから1メートル50センチ、約2メートル近く超えてしまうと一切伝わらなくなりますので、今見てる方は全員で足でも青いロープを踏んで OK です。可能な限りギュッと近づいた状態で、後ろの方もその空いてる隙間詰めた状態でご覧になってみてください。横の方も空いた隙間、天地ブロック超えたところなら見やすくなってるんで、ギュッと前の方詰めた状態でよろしくお願いします。ありがとうございます。ただ来てくれた分絶対に後悔はさせません。その演目を持ってきてます。ご覧になってみてください。それではいきます。ちょっとだけ今みんな来てくれたの嬉しかったんで、せっかく来てくれた分なんで俺も近づいていきます。ではこっちから行きましょう。3、2、1、5。あ、そのリアクションすごい嬉しい。ありがとうございます。実はこれマジックじゃなくて、みんなの目の錯覚、空間固定という技術使ってます。ありがとうございます。子供たちもありがとう。そのリアクションめっちゃ嬉しい。じゃあ何となく遠くの方も見えてますか？ありがとうございます。覗いてくれて。実はねこれマジックとかじゃなくて、みんなの目の錯覚使ってます。あ、写真ですか？どうぞ。捨てちゃいました。シャイな方が多そうです。じゃあ頑張りましょう。じゃあちょっと伝わる方多いんでレベル上げていきます。指先に注目、ちょっと見やすく上でいこう。結構今日お客さん集まってくれたんで、いくよ。伝わる方が多い時にしかやらない技、指先に注目。3、2、1、5。その自然なリアクションめちゃくちゃ嬉しい。ありがとう。じゃあ横の方までどんどんお届けしていきます。さらに一度拍手合わせていきましょう。拍手をまとめてここでお願いします。完璧です。では
その皆さんの拍手合わせたんで、こっから一気に一番大きくしてもらっていいですか。これが終わったら最後、それです。その青い箱に入ってるパフォーマンス、13年間やってきたサーカス芸、最高の4分間が待ってます。それが最高の空気に変わるんで盛り上がっていきましょう。万が一これで盛り上がんなかったら、最後の3分間はお互い気まずい3分間に変わります。大道芸10年間やってるんで分かるんです。なので嘘でもいいんで全員で盛り上がっていきましょうね。ありがとうございます。じゃあちょっと素敵な方多かったんで、今日頑張らせてください。特別バージョンでいきます。じゃあ1回だけ練習させてください。サクッといきます。今から何するか、白い棒を使って青い棒を叩きます。叩くとこんな感じ、上に向かってふわふわっと上がるんで、上がったら大きい。肩の力を抜いてご覧ください。いきます。さあ、この時点で何人かの方、リアクションの方ありがとうございます。では、上空6メートルの地点確認していきます。では、超えました。次は8メートル。意外と大丈夫そうですね。ちょっとチャレンジしてみます。ちょっと待って、チャンピオンが増え。もう一回。オッケー。この時点でリアクション本当にありがとうございます。それではほぼ全ての準備が整ったんで、ラスト行きましょう。